前回ね、一番面白くないというかね、説明したものマスクはしょうがないんですね。微積でね、公式導けっていうんだったら楽しいんですよ。けども、ああやってただ暗記してね、代入しろっていうのは大変申し訳ないんですけど、まあ覚えておいてください。では、入試問題やりましょう。72ページです。一応入試問題、一応だって出るんですよ、本当に。高知、今回は高知、長崎、北海道、福島、山形ですね。大体形式はこんな感じです。やっぱり公式がちゃんと使えますかっていう程度しか出てませんので、ね、はい、皆さんも公式をね、3分の4パイル3乗導けるところまでね、通算の微積まで、面白いもんですよね。さあやっていきましょう。72ページです。演習58です。公式ね、体積、身の上に心配 R 三乗ね、なんかこうやって覚えるのもなんか悲しいですけどね、やっていきましょう。そうすると一応書いておきますね。体積 V とすると3分の 4πR 三乗です。よろしいですか。そうすると、はい、3分の 4×π×6×6、6の3乗ってやらない方がいいんですね。なぜかって言って約分しやすいから、こうやってね、こうやってね、ね、で、まああと8でしょ。まああとは、ここが36だから8、まあ、まあ、あとは計算してください。288π、 間違ってないかな、8、36、5、4、18、3倍、28ですね。よって288π=1cm。 体積、こう単位だけ間違えないでくださいね、皆さん書くときね。次、演習59。今度はちょっとだけひねってあるんですね。表面積が 16π/cm³ の半径を求めてくださいですね。だから、半径の公式 s=sinπr² でしたよね。で、今 r だから r なんで、こう書くといいですね。ポーンとして書くならこうやって書けばいいんじゃないですかね。半径 x と書くとき、こう正ですね、長さ。なぜかって事情が出てくるんで、まあ中学校2年生までだとピンとこないでしょうけど、まあこれ3年生あたりになるとやっぱりこの辺つけないと気持ち悪いと思うかもしれないですね。半径は x と置くと、で別にこれ平方の知識なくても解けるのでね、4πx²=16π でしょ。一見二次方程式、まあ二次方程式のは確かなんですけども、このぐらいだったら中学校1年生でもね、 x²=、まあ、π と π 約分して4と16約分しますから4になるでしょ。2回かけて4なんだから、 x は2しかない。本当は中3まで行くとプラスマイナス2ってなって、しかし長さなのでマイナスの方は省略され、消されるんだという意味でこういうふうになるんですね。中1の方は別にこういうふうに流れてもやっても、中1のレベルだったらもう別に文句は出ませんので、ね、で中3になってこれを書かずにこういうふうにやったらちょっと問題があります、ね、中1の方だったらこの半径 x と置くとして、で x=x=2 でやっても問題ないんですけど、中3の方だったらこれもちゃんとつけてこういう流れじゃないとちょっと考えてしまうんですね。で、あ、問題はこれで解き終わったんですね。よくて、だから学年によって答案の書き方がね違ってくるんだと思いますね。よしよし。だから中3の方はもうこのぐらいのこれを入れてこうだった。中1の方だったら、中1中2だったら別にここでを抜かして、まあ、こういう流れでとっても、まあ、許してもしょうがないですね。知識がないですからね。さて、次、これで演習59終わりました。次、演習60ですね。演習60、北海道の問題ですね。右図のように半径10と10センチの QA と、底面の半径が10センチ、高さが20センチの円錐 B があります。QA の体積と円錐 B の体積にはどのような関係がありますか。ではまずこれ求めないとしょうがないですね。
ね、求めなきゃいけないですね。求めちゃいましょう。A の方ですね。何だっけ、体積に関係するんですから、まず A の体積、 A の体積ですね。 A の体積、円周の円周60ですね。 A の体積を取りましょう。身の上に心配 R3 乗でした。はい、そうするとこうです。体積身、よいしょ、身の上に心、はい、R、半径10ですね。10が3個ということですね。だから3分の1、2、3、4線対立方センチメートル。今度は B の方ですね。B の体積ですね。 B の体積はこれは、底面の半径が10、高さが20の円錐ですから、10×10×、はい、で 20×3 分の1だから、3分の2000回、まあ立方センチメートル、まあ、単位はちょっと省いてますけどね。で、あと問題は何か、どういう関係がありますかってでしょ。そうするとこれ常に I 上っていうのは、円錐 B に対して、Q が何倍かって聞いてるんですね。基準が円錐 B なんですね。 QA の体積、円錐 B のっていうのがずっと続いてますよね。だから、Q を円錐で割ってあげる。だから A 割る B をやればいいですね。で、A 割る B で判断すればいいわけ。よろしいでしょうかね。ということは、A は3分の4千倍、こう B は3分の2千倍ですから、3分の4千倍割る3分の2千倍。で、この時点で π も約分しちゃっていいですよ。割っちゃってます。で、これだと逆数の計算ですよね。3分の4000かける2000分の3、ね、そうすると2だと。よって2倍って分かりましたので答えは E になるんですね。よって答えが E になるんですね。よろしいでしょうか。まあこの程度しか出せないと思いますよね。うん、そうですよね。なかなか Q ではね、公立高校ではこの程度でしょうね。私立になるとちょっといやらしいのありますけど、まあ、公立高校では、よいしょ、円周61、円周61ですね。今度は右図のように立方体に Q がぴったり入っていると。この立方体の外の面の面積が16、この Q の体積を求めます。ああ、そうですね。このぴったし埋まってるっていうところを、これ断面バサッと切ると、よし、こうですよね。このよし、いわゆるこの、こうですね。Q バサッとこう、とちょうど Q の中心を通るように、なおかつ立方体に対してこうね、こういうバサッと切ったとき、その切り口がこうなるわけですよ。そうすると、その一辺の長さの半分、これが一辺の長さですから、その半分が半径になると。ね、だこれとこれが等しいわけだからっていうことですね。ね、だから一辺が、円周 円球の、これがね、球の半径の2倍であるっていうことが皆さん分かりますかということで、接するっていう部分ですよね。ぴったり、入ってるっていう部分がちゃんと、1点でこう4つ、6つの辺に1点で交わってしてるというんですね。それが分かっていればどうかっていう問題だと思いますね。だからこうやればいいんじゃないですかね。まず、1辺ですね。1辺の長さを x、x と置くと、面積が16なんですね。だから x、これ立方体ですから縦も横も x ですから、 x の2乗イコール16だ。だから x は4になる、ね、だからこれはまあ中学校2年生の子で、ね、さっきと同じように中3の人はこれを書いておいてくださいね。
中1中2の人はただこれ x と置くだけでも構いませんですね。と置くと。よってこれでこの直径、いわゆる一辺が4って分かったので、4cm。ということはこれが 4cm ですね。だから球の半径は半分で、だからよって球の半径は半分だから 4×2 分の1で2半。これもですね、ここで半径が2と分かったので、ゆえに、なんだっけ、体積ですね。体積は、身の上に、心配 R3 乗ですから、身の上に、心配 R3 乗だ。こうですね。約分できないですから、もうここで8と考えて、8と4で32だ。だから3分の32倍だ。ですね。よって、ああ、よってだって。だから答えは、だから、3分の32対立方センチメートルということですね。よしでしょうか。体積でしたからね。範囲しっかり間違えないようにしてください。早いかな。まあ、簡単と、この辺はね、もう本当にすみません。これ以上説明することないですね。うん。これ断面図ね。次。最後、演習62ですね。よいしょ。よいしょ、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 よいしょ。演習62ですね。演習62ですね。73ページですね。今度は、これちょっとだけ山形頑張っちゃいましたね。底面の半径が8、高さが9センチの円柱の形をした容器を水平な台に置き、右図のようにそこから5センチの高さまで水を入れたと。次のとおり答えなさい。ただ円周率は、はい、で容器に入ってまず水の体積を求めなさい。これはもうねよろしいですよね。底面積×高さだから 8×8×π×5 だ。だから864の5倍、5し20、5、6は320ですか。だから320π ですね。だから体積だから、だから 320π 立方センチメートルだと。まあここはまずね楽勝でしょう。で2番はこの容器に半径1の玉の形をしたビー玉を静かに何個か沈めたところ、水面がちょっと 1cm 上がったんですね。でこれをどのように捉えるかっていうことなんですけども、こう捉えればよろしいんじゃないでしょうかね。で、ビー玉を何個沈めてちょうど水面が1センチ上昇した、ビー玉の個数を求めなさい。だからビー玉の体積と、よいしょ、だからなんだ、個数でしょ。だから、こう考えていいですかね。ビー玉、ビー玉の体積ね、いわゆるビー玉、入れたビー玉ね、ビー玉の体積、体積と、なんだっけ、半径、半径が8、半径が8センチ、高さが1センチの円柱の体積が等しいと考えていいんじゃないですかね。入れたビー玉の体積と、なんだっけ、ごめんなさい、半径8の、底面が半径8の円の円柱の体積が等しいと考えていいから、まずビー玉の体積、ビー玉体積、入れた、あ、そっか、入れただね。加えた、だから加えたビー玉の体積になります。こうするね、体積と半径1、高さ1、まあセンチですけどね、の体積、円柱の体積、円柱ですね、円柱の体積、これが等しいんだと、これが等しいんだと。ということは、
B 玉の体積を求めて、これを X 個、これを X 個入れましたと。そしたらば、この半径8、高さが1の円柱の体積と等しくなりましたと、方程式を例えばいいだけの話ですよね。よろしいでしょうか。じゃあ B 玉の体積求めちゃいましょうね。B 玉の体積求めて、それが X 個入れたらばって考えればよろしいですかな。考え方も説明しましたから、はい、B 玉、玉1個の体積。体積は半径が、半径いくつ？半径1なんだ。そうすると、はい、3分の 4π かける1かける1かける1。だから3分の 4π 立方センチメートルだ。だってのが分かりましたね。それを X 個入れたらこの体積と等しいんだから、はい。B 玉を X 個入れたとすると、はい、3分の 4πx イコール、8×8×π×1 だと。ね、半径×半径、これ平面積ですね。高さ1ですからね。ということですよね。そうすると、よいしょ。3分の 4πx イコール 8π64π ですね。で、この π と π 約分しちゃうでしょ。で、x イコール 64×4/3、逆数ですよね。1でしょ。これ1で、4、6、16。だから、x イコール、まあ、横に書くの好きじゃないですけど、48。すごい入れたんだね。よって、ビー玉全体にすり込まれて4とする。ビー玉の個数が41個か。ということですね。いかがでしょうか。それでもう円に関しては、効率効果はこの辺で問題ないと思いますね。じゃあ、73ページまで終わりにします。